ハンターハンターの格ゲーの PV が公開に対するネットの反応を紹介します。キャラがハンターのアルカプとか絶対面白いじゃんこんなの。富樫先生も納得のクオリティ。PSP 時代のキャラ格ゲーっぽい。鬼滅の格ゲーくらいは面白いんじゃね。300万売れてるゲームと比べる？なんでこんな死ぬほど低予算っぽい出来なんだろ。ハンターなんてファンが多いんだから予算しこたま出るだろうに。映像はともかくなんか格ゲーとしての挙動が、PS1 時代に乱発されたキャラ格ゲーに通ずるものがある。まだノウハウ未熟な手探り感がこう。これだけ見本とかアセットが豊富な時代に今更挙動一つもまともに作れないなんてありえるのか？専門学生の卒業作品みたいだぞ。ノウハウだ技術だと言っても予算がなければそれ相応の出来になるし。ご紹介。本作は3対3のチームバトル格闘ゲームだ。今回は正直か。ゴンさんが密かを叩きのめす絵面はおもろい。KO した後ふわっと密かが浮いてるのが面白すぎる。ゴンの教室がゴンさんなの面白すぎるだろ。本誌に数年間登場してない主人公さん。ゴンさんになった後相手の体力残ってたらそのまま戦えるの？レオリオの技がかなり無理やりだな。まあ戦闘シーンほぼないからしゃあないが。そんなキャラ格ゲーに出すんじゃねえよすぎる。まあキャラ的に省くわけにもいかないんだけど、レオリオが戦えるようなレベルの相手がいなさすぎる。クラピカって余談以外に念能力使ったら死ぬ制約なかったっけ？そこまで再現するとゲームにならないだろ。まあゲームだから別にいいけど、クラピカが相手を余談と思い込んでる時とか、相手が自分自身を余談だと思い込んでる時はどうなるんだろう。余談以外に使ってはいけない鎖と、余談以外にも使える鎖があるみたいに聞いた。オート親衛隊のアリガワをはじめもらうやナックルなど、アリ編のメンツは当然出るんだよね。オートキトーとネテロとゴンさんくらいだろう。PV にいるアウボ、マチ、どうせいるだろクロロ、ゲンスルー、ビスケ、イルミ、オウ、キトウ、ジン、カイト、で未公開の10枠埋まってもうた、何人か違うだろうけど大体こんなメンツだろ。キャラ16人って今時の格ゲー的にはどうなんだろう。15から20数年前ならよくあったな。ナルティメットとかドラゴンボールスパーキングとか Z1 とかグランドバトルとかファイティングワンピースとか。でもほとんど次回作があって出し渋ってるパターン。今時は最初から全力出さないと次回作すら出ないから少ないよな。イルミなんか未だにまともに戦ってないのに技どうすんだろ。インジューとかゴレイヌとかネタキャラ入れてかないと見向きもされんぞこれ。3on3 でこのキャラ数はちょっとね。等身デンスバル。キャラが少ないのになぜ 3on3 と思うかもしれないが、実は格ゲーは 1on1 の方が言い訳できなくてバランス調整が難しいのだ。空いてるスペースにこれぐらいはいける。DLC でもいいからここまで頑張ってほしい。まあ1シーズンに4キャラ DLC で増えるとして、5年も経てば36キャラになってるよ。両ゲーだったら作者がハマって書かなくなってクソゲーだったら切られて書かなくなる。もう書いてないからノーダメか。これでタイトル画面で大地を踏みしめて流れてたら笑う。見た感じメガドラの悠々白書っぽいけど、なんで今頃？感しかないな。悠白もそうだけど忘れた頃に格ゲー出す現象は何なの？格闘ゲームであるというだけで無視しない層が若干いる。原作で技やキャラや話し出した後じゃないとゲームで使い物にならないから遅れに遅れる約束されたクソゲー。悠白の格ゲーは名作出し合ったら楽しいんだと思うよ。年インパクト。こんなタイトルにしたからにはちゃんとシステムに落とし込む自信はあるんだろうな。念とかオーラを活かしたシステムにしてほしいけど、再現優先して面白さが下がったら普通のでよかったってなるからむずいね。ナルトは良いな。ナルトの格ゲーとかアクションゲーって大体できいいよね。ナルトゲーも相当歴史が長いしな、ノウハウの蓄積と予算が違いすぎる。バレないと思った？ってくらいモーションと演出が同じだけど開発会社が同じなんかな。むしろそんな昔のゲームのノウハウがまだ残ってるのがすごい。ノウハウってか素材データみたいなもんでね。アルカプの評価が知りたくなってきた。特に海外で今でも人気の即死A級なんでもありの3対3の格ゲー、ストシリーズでいうスト3サードみたいなポジション。このハンタ格ゲーはマジでキャラを変えただけのアルカプコピーゲーだから、アルカプファンが大興奮してる。まあ確かにキャラバランスが違う同じシステムの格ゲーとかそのゲームのファンからしたら今までの経験値がそのまま活かせるから楽しいわな。もうハンターなんて今の子たち知らないだろ。若くて30代以上か。ジャンプで鬼滅が始まって終わるまでに何も進んでないからな。ハンタこそ隠れながら相手を狩るような対戦アクションゲームでやりたい。スパーキングシリーズやナルストより作るの難しいだろうから無理だろうけど。キャラモノ格ゲーの最高峰。そこまでの熱意あるならブシロードなんてところに任せない。ブシロードのゲーム部門って普段どんなの作ってるんだ？
この前出たばっかりのマクロスは変形も自由にできない微妙 STG だった。こないだマクロスの STG 出たけど困難。氷に1万本下ろしたら勝ちみたいなハードルなんだろ多分。ゼオリオの声そのままなんだ。それほど前から作ってたんかな。ゼオリオの声はアニメから拾ってくるのかな。藤原刑事起用してるレベルで温め続けた結果がこれなのか。普通にライブラリ音声だと思う。中華ソシャゲだとアニメ版の声を流用してた。それじゃあジョジョみたいな特定キャラとの特殊な掛け合いとかも見られない感じか。 PV でのワクワク感があった分 ASD の方が上。比べるのが失礼。あれはクソ部分は一切擁護できないけど、グラフィックはジョジョ好きが作った本物だし。 ASD は初期は完全なゴミだったけど、アップで繰り返していくうちに最終的にはそれなりに遊べる格ゲーにはなっていった。最初からそれを出せていればよかったものをと少し残念に思えるくらいには。ASD は散々叩かれたけど、キャラ数と掛け合いセリフは良かった。団長、マチ、フィンクス、信長、ウボウ、デモウイ枠なんですけど、格ゲーでスキルハンターってどうやって表現するんだろ。信長出るかな。カウンター教室とかいうクソ使いづらい技持ってきそう。開発会社見たらナルトの激闘忍者対戦作ってたところだった。割と面白かったのに今こんな。なんかエイケングはブラッディロアやタツカプアルカプとか、ナルトやフェイトのキャラもの格ゲーも作ってるから一応実績はあるだろ。固定ファンがいるかどうかまではわからんが。他社からの下請け仕事と比較すると、ブシロがやっぱ予算ケチってるんじゃねえかな。本当にブシロが予算1億で投げてるならそんなん受けるなよとしか。こんなんでも仕事受けないと食い詰める。アークに作らせた方がグラフィック面とキャラゲー面では間違いなく良くなる。アークなら CC にならと言っても予算が変わらん以上大したものはできないし、受けてもくれないだろうから意味のない過程。なんでハンターなんだろうな。ドラゴンボールファイターズくらいのクオリティでワンピースとかやれば覇権取れそうなのに。そのあたりはバンダイが覇権独占してるから無理だよ。ブシロが覇権取れたってのありきで、ブシロ式予算内で開発が挙手してきたのがエイティングだけって感じだと思う。ブシロードは低予算低クオリティでほどほど売れるを目指してるからな。ユーザーには優しくないぜ。スーパーやボルト続いてるドラゴンボールナルトはわかるけど、ほぼ連載止まってるのに未だにゲーム化するからすごい。ハンター、そもそも連載中もよくわからないゲーム出してた。誰がターゲットかいまいちわからない。ゲーム作るなら GI を忠実に再現してくれるだけでファンは喜ぶのに。年使えないとログインできないじゃないですか。真面目に再現して作るなら VR の MMORPG かね。原作にグリードアイランドっていうめちゃくちゃゲーム化に向いてる設定あるのに、なぜかゲーム化されない。何言ってるんだ、もう出てるぞ。ビスケもゲンスルーも登場しない謎の GI の名称はヨークシンの前に出たから、ヨークシンやってた頃あたりに先行して出たのだろうか。グリードアイランドのゲーム調べたらワンダースワンに3つくらい出してんな。この格ゲーでも昔のハンターのゲームと比べたらかなりまともだからな。ハンター試験をゲーム化するんじゃダメなのか。それもうやったからな。左上のやつは誰なんだよ。上の GI のゲームにも同じようはやついるけど常連なのかよ。オールだっつってんだろ。誰だよ。カードハンターオールさんを知らないなんて。やっぱ遊戯王のやつじゃねえか。オールって遊戯王ってこと。すげえ。頭いいな。遊戯王もドキのキャラ3作品も出すぐらいお気に入りらしい。本場の遊戯王にはオールは出れないのかな。PS2 でもゲーム出てたんだ。オールここにもいるの。みんなオールさんのおかげじゃないか。コナミはどんだけオールが好きなんだよ。そうか。ハンタの格ゲーに何が足りないのかやっとわかったわ。オールだ。ハンターハンターの格ゲーに対する反応いかがでしたでしょうか。現時点でいろいろ騒がれてる状態。キャラ数が少なそうとかクオリティとか心配だけど、今後の情報次第か。あと藤原さん続投は嬉しいところ。今回少し触れた同じブシロードのマクロスのゲームに関してはサブチャンネルで動画を出してるので、よかったらそちらもご視聴ください。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。